ムタウン。積もった雪を飛ばしてみんなが通るための道を作るロータリー除雪車さん。さらに雪や氷を押しのけて道路の雪を片付ける除雪トラックさんや除雪ホイールローダーさん、除雪モーターグレーダーさんを紹介するよ。いろんな特徴がある除雪車さんが登場するから楽しみにしててね。寒い。この辺りで除雪車さんに会えるはずなんだけど。おい、ラッピー、俺はロータリー除雪車、よろしくな。うえー、雪を飛ばしながら走ってる。どうなってるの？雪が多く降る地域では道路に雪が積もって車や人が通れなくならないように除雪車さんが道路の雪を片付けてくれるんだ。俺たちロータリー除雪車は1時間におよそ3000トンもの雪を片付けることができるのさ。すごい量だっぺ。あの赤い輪っかがぐるぐるしてるのは何なの？この赤い輪っかはオーガって言うんだ。これが回転することで雪をかき集めることができるんだぜ。そうだったんだ。ラッピー、よく見るとオーガに小さな爪のようなものがついているのはわかるかい？あ、本当だ。これは何に使うの？この爪は先が尖っているから硬い雪がぶつかった時に雪が砕けるようになっているんだ。オーガでかき集めた雪はその後ろにあるブロワーという羽がついた装置で巻き上げるんだ。そしてその上にあるシュートという筒を通して外に出しているんだよ。ところでラッピー、ロータリー除雪車さんはどれくらい先まで雪を飛ばせると思う？10メートルくらいかな。ロータリー除雪車さんは最大で40メートル先まで雪を飛ばせるんだ。雪が多く降る地域では人の背の高さよりも雪が積もる時があるんだぜ。そんなに積もった雪はどうするの？俺たちは2メートルくらいまでの雪を片付けることができるんだ。すごいね。でも街の中でもさっきみたいに雪を飛ばすの？街の中で活躍する仲間がいるから除雪基地に行ってみるといいぜ。うん、行ってくるっぴ。こんにちは。おはー、なんだこれ。あなたも除雪車さんの仲間なの？ラッピー、オイラは一車線積み込み型ロータリー除雪車って言うんだ。ロータリー除雪車さんとどこが違うんだっぴ？オイラを横から見てみるとわかるよ。横から？あ、クレーン車さんみたいな腕がついてる。そう、この腕こそがオイラの最大のポイントさ。トラックさんと一緒に仕事をするときにこの腕が役立つんだ。ラッピーの予想が当たっているかどうか、オイラが働いているところを見たらわかるよ。おー、腕の先から何か出てる。ラッピー、あれは雪だよ。住宅街や車のたくさん通る道で雪を飛ばすと危ないから、かき集めた雪を腕の中を通してトラックさんの荷台に積んでいくんだ。オイラの腕の中はベルトになっているから簡単にたくさんの雪を後ろのトラックさんの元に運ぶことができるんだ。除雪車さんにはいろんなタイプがあるんだね。
たなかったっぴ。待ってくれよラッピー、除雪車は他にもあるんだぜ。誰だっぴ。俺は除雪トラックって言うんだ。俺はこの大きなブレードを使ってどんどん雪を片付けていくのさ。ブレードってなんだっぴ。雪や氷を押しのける板のことさ。ブレードは道路の幅に合わせて自由に広げることができるのが特徴なんだ。便利だっぴ。ブレードが斜めになっているから降ったばかりの雪を素早く道路脇に片付けることができるんだ。しかも除雪作業と同時に道路が凍らないようにする薬剤を撒きながら走ることもできるんだよ。みんなの安全のために頑張っているんだね。ちょっと待ってくれるかしら。私のブレードは彼よりもすごいわよ。うわ、今度は誰だっぴ。私は除雪ホイールローダーよ。私のブレードは折り曲げることができるから、片側だけじゃなくて道の両端に雪を寄せることができるの。どんなところでお仕事をするの。小回りが効くから交差点や住宅街などで活躍しているよ。次は僕の番だ。僕は除雪モーターグレーダー。2人のブレードは車の前についていたけど、僕のブレードは前輪の後ろにあるんだ。使い方が違うの。ラッピー、いいところに気がついたね。モーターグレーダーさんのブレードは地面に押し付けることで硬くなった雪や氷を削り取るように除雪するのが得意なんだ。そうなんだ。僕はブレードに似たサイドウィングという装置をつけることで歩道に積もった雪も片付けることができるんだよ。さらに僕にはもう一つ特技があるんだ。あれ、タイヤが傾いてるけど壊れちゃったの。これはわざとなんだ。雪を押しのけるときタイヤが滑ってまっすぐ進めないことがあるんだ。ほんとだ、斜めになってるっぴ。そこで前のタイヤを滑る方向と逆に傾けることで踏ん張ってまっすぐ進むことができるんだよ。すごいね。僕たち除雪車は雪の量や場所に合わせていろんな仲間と協力して雪を片付けているんだよ。除雪車さんたちのおかげで雪が多いところでも人や車が安全に道路を通ることができるんだね。ラッピー、僕たち除雪車の仕事を分かってくれたかな。うん、とってもよく分かったっぴ。雪の中、みんなのためにいつもありがとだっぴ。今日もすっごく楽しかったね。うん、ねえラッピー、除雪車って3回続けて言ってみて。除雪車、除雪車、除雪車見てくれているみんなも除雪車3回続けて言えるかな。チャレンジしてみてね。難しい。それじゃあみんな、バイバイ。ゴーゴー乗り物タウン。スキー場の安全のために活躍している圧雪車さんとスノーモービルさんを紹介するよ。どこだろう。ラッピー、後ろを見てごらん。
後ろ？これが圧雪者さんだよ。かっこいいピン。ねえねえ、圧雪者さんは何をする車なの？圧雪者さん？圧雪者さんの仕事は夕方からだから、後で聞いてみようか。わかったピ。圧雪者さん、もう起きてるかな。よし、仕事の時間だ。今日も頑張るぞ。よー、ラッピー、俺に会いに来てくれたのかい？うん。圧雪者さんはどんなお仕事をしているの？スキー場の雪を平らにして整えるのが俺の仕事さ。ラッピー、説明するね。走りながら車体の前についているブレードで凸凹になった雪を削ったり押し崩して平らにする。そして圧雪車の動力はこのクローラーだ。雪の上を走れるベルト式のタイヤだよ。クローラーにはギザギザの刃がついていて、踏みつけながら固く固まった雪を砕くんだ。そしてさらに車体の後ろについているパークフレックスピラーで雪面をかき混ぜ、雪を細かく柔らかくしているんだ。へー、でもどうやって雪をかき混ぜるの？黄色い板の裏側に刃がついていて、これが回転して雪をかき混ぜるんだ。そっか。でもどうして夕方からお仕事をするの？どうしてって、一日スキーやソリで滑った後の雪はデコボコになってしまうだろう。翌朝みんなが綺麗なスキー場で滑れるように、お客さんが帰った夕方から俺たちの仕事が始まるんだ。みんながスキーやソリを楽しめるようにする仕事ってこういうことだったんだね。ラッピー、圧雪者さんがどうやってスキー場の雪を整えて平らにするか覚えてる？うん。まずは前についているブレードで硬い雪を削りながら平らにして、次にクローラーのギザギザな刃で固まった雪を砕いて整える。最後に砕いた雪をかき混ぜて細かくて柔らかい雪にするんだよね。よく覚えていたな。ラッキー、圧雪者さんが通った後を見てごらん。どれどれ、うわー、比べてみると雪の上にできたデコボコがすっかりなくなっているよね。本当だ、こんなに綺麗になるんだね。でも広いスキー場を平らにするのは大変じゃないの？大丈夫、俺には頼りになる仲間がいるから、みんなで協力して作業しているのさ。そうなんだ、ラッピー、昼間は俺の仲間が働いているんだ。明日会いに行ってごらん。うん。今日もいい天気だっピ。圧雪者さんのおかげでスキー場も綺麗だな。圧雪者さんの仲間ってどこにいるのかな。よく見てみな。前に突き出たスキーに少しくらいデコボコな雪でもスイスイ走れるクローラー。
これがスノーモービルさ。やっぱりオートバイじゃなかったんだね。はい、ところでスノーモービルさんはスキー場で何をしているの？パトロールだよラッピー。スノーモービルさんは危険な場所がないか、困っている人はいないか、スキー場やその周辺を見て回るのが主な仕事なんだ。そうさ、怪我をした人や具合が悪くなった人を見つけたらサイレンを鳴らして救護室や病院まで運ぶんだ。もし車で運ぼうとしてもタイヤが滑ったり雪に埋まってしまって全然走ることができないから、スノーモービルさんが活躍するんだよ。パトカーとレスキュー車の役目をしているみたいでかっこいいっぴ。ありがとう。おっと、パトロールの時間だ。じゃあな。おい、行っちゃうの？ラッピー、また遊びにおいで。うん。ラッピー、スキー場で働く乗り物はどうだった？僕たちが安全で楽しく遊べるようにいろんな乗り物が働いていることがよくわかったっぴ。スノーモービルさん、圧雪車さん、ありがとう。ゴーゴー乗り物タウン。ガリンコ号通算で決まりだ。寒いピー。冬の北海道は寒いよね。今マイナス3度だって。マイナス3度。早くガリンコ号さんに会いに行くピー。やあラッピー、こんにちは。こんにちは。あなたがガリンコ号2さん？そうだよ。前についてる銀色のものは何？スクリューだよ。氷の海ではこのスクリューがないと進めないんだ。そんなに大事なものなの？ラッピー、冬の時期、北海道のオホーツク海には氷の塊がたくさん流れ着くんだ。これを流氷と言うんだよ。氷があると普通の船は進めないんだけど、ガリンコ号通算ならスクリューで氷を割ったりかき分けたりして進むことができるから人気の観光船になっているんだ。でも氷って硬いよね。どうして氷の中を進めるのかな。船の前方についたスクリューが回転することに秘密があるんだ。これはネジと同じ仕組みなんだよ。ネジ？ネジを回すと硬い板でもどんどん中に入っていくよね。これと同じ仕組みで氷の中をぐんぐん進んでいくんだ。そっか、見てみたいっぴ。じゃあ乗ってみるかい？このガリンコ号2さんは195人乗りで暖房が効いているから暖かいところで快適に流氷観光を楽しめるんだよ。そろそろ出航するよ。了解だっぴ。それはね、もっと寒い北の国、ロシアからやってくるんだ。大きな川で凍った氷が海に流されて、
潮の流れや風に押されて北海道のあたりまで来るんだよ。そうなんだ。ああ、大きな流氷が近づいてきたよ。避けなくて大丈夫なの？へっちゃらさ。うわあ、すごい迫力だっピー。あれ、止まっちゃったよ。大丈夫じゃないピー。大丈夫だよラッピー。スクリューはとっても硬い金属でできているから、60センチもある分厚い氷を割って進むことができるんだ。すごいね。60センチの厚さって食パンを立てて積み上げると5枚くらいもあるっていうことだよね。やっぱり食べ物で比べるんだね。この時期は流氷の海から昇る日の出が見られるサンライズクルーズや、流氷と夕日が楽しめるサンセットクルーズもやっているんだ。流氷観光はおよそ1時間かけてのんびり流氷を見ることができるんだよ。ラッピー、操舵室を見てみるかい？うん、見る見る。ここで船を操縦しているんだね。片手で操作しているのは何だろう。あの形、もしかしてそう、小さいけどこれで船の方向を変えることができるんだ。ガシャキン、これは何だっピ？これでさっき見たスクリューを動かすんだよ。このレバーを倒すとスクリューが回って氷を砕きながら進むことができるんだ。ラッピー、流氷観光はどうだった？楽しかったピー。近くに僕の先輩、初代ガリンコ号が展示してあるんだけど、行ってみるかい？おー、会いたいピー。おーい、ラッピー、ここじゃここじゃ。あなたが初代ガリンコ号さん？そうじゃよ。昔、わしが現役で働いていた頃は、この4つのスクリューを使っていたんじゃ。ガリンコ号2は、わしよりパワーアップしているから、2つのスクリューで大丈夫なんだよ。そうなんだ。ラッピー、ガリンコ号さんのこと、わかったかな？ラッピー、待ってるよ。乗り物タウン、登録してね。